その三冠を取ったバースさんで。バースさん誰なんですか。おお、結果どうだった、結果どうだった。うち損じてくれた。うち損じてくれた。うち損じてくれた。いやでもバース相手投げてるんですか。うん、すげえ。あっちが気遣ってくれて、不満があっても、杉かしゃあないわっつって帰ってくる。太陽の試合もやってたんですか。やりました。やります。ちょっと甘く取ってあげようみたいななかった。それはないですね。甘く取ったらこっちから文句出るでしょ。はい、出ます ね、はい。そしたら文句言われたくないから、はい、そういうことはしない。山崎さんと一緒だな。一回ね、バッターの人でね、打席入ってきてね、キャッチャーの子にね、おストライクゾーンって分かるか、ストライクゾーンっていうのはベースのここコンコンって叩いて、はい、だぞって言った人がいるんですよ。心配に聞こえるように言う。そうですよ。で、あっとも人かな、何言うことないやろつって、文句あるってこっち向いてくれつって。へぇー、陰形ですね。そのバッターね。その選手誰ですか。まだ現役だから今 D って言えるんで大丈夫です。上原浩二雑談魂、雑談魂。今日一番興奮してるのはマリちゃんでしょ。まあ、すいません、ごめんなさい。やっぱり大英放送なんだね。ですから。そうなんですよ。あのもう大英っていう、あの帽子が好きだったんですよ、私。大英って何年にソフトバンクに変わったの。2005年からソフトバンク。ソフトバンク。じゃあもろ大英やん。もうそうなんですよ。で、もろやんか。そうなんです。2005年っていうのは、はい、私が東京に来た時なんですよ。うん、そうなんです。大学1年生の時だから、もう高校生の時はずっともう月刊ホークスを毎月買うことを楽しみにその日を過ごすっていうような女子高生が。でも電車の中でもずっと読んで、10分間休憩もずっと読んで、でも次の号が出るまで1ヶ月ずっと、あのイーストボーイって、あの女子高生の皆さんが分かると思うんですけど、イーストボーイのカバンの中に入れてたんですっていうぐらい大英ホークスが好きでした。いいですね、本当ありがとうございます。もう本当にそういう女性どうですか。いいと思います。でもだから高校の時あんまり友達なかったんですよね。あれ入られた時って投手コーチ誰ですか。一軍のピッチングコーチが村田兆治さん。ほう。村田兆治さん。村田兆治さんが多分コーチのキャリア最後の年だったと思う、はい、その後はしてないので、どこの球団のコーチも。村田兆治さんってどんな指導も。すごかったですよ。もう選手がこうキャッチボールしてるじゃないですか、はい、俺がやるって言って、え、相手するんですよ、キャッチボールの相手。で、選手よりも遠投しちゃうんですよ。本当にこれ本当の実話で、で近づいてきていきなりフォーク投げ出すんですよ、はい、あのフォークですか。みんな取れない。キャッチボール激落ちですか。激落ち。もうあれがすごい印象的でしたね。なかなかやっぱりその実際に自分が投げてとか一緒に投げてっていうコーチの方ってあんまり、どうなんですか。まあ、いるのは僕らでもたまにキャッチボールするんですけど、はい、選手より遠くへ投げるコーチいないですよね。選手困っちゃいますよね、はい、で勝手にフォーク投げるんで。めちゃくちゃ怖い。フォーク行くぞって言わないですか。言わない。勝手にノーサインで。危ない。めちゃくちゃ危ない。それ僕が社長とキャッチボールする時そうですね。やってたんですか。現役の時やってたんです。言わずにフォーク投げる。危ない、うん、でも簡単に取る。え、いやそりゃそうですよ。あら、さすが。うちの社長はもうやりますね。もうこの間も出たよね、総工主社長です。ああ、そうですね。もういろいろ持ちすぎちゃってる。事務所社長。その実際にそうやって選手にこう力を見せながらこう一緒に指導される、うん、何、どんなことを感じました。いや、やっぱりすごいとしか思えないですよね、うん、やっぱりコーチであの年齢で僕らよりも遠くへ投げて、うん、僕らよりもすごいフォーク投げて、いやもう本当にあれは未だに。うちの時の村田兆治さんおいくつくらいですか。でも最近までも普通に135キロぐらい投げてるんですよね。確か最近ねテレビ出てこないんですけどね。あ、そうですね。一時ねずっとオフなんかいろんなところがあって、なんかスピードガンとかいろいろやって、うん、俺が現役の時にやってたから、うん、俺より早いんちゃうかなとか思いながら俺もずっと見てたの。現役選手にそう思わせるぐらいの。そう。はあ、もうじゃあもうプロとはこういうもんなんだっていうのは。すごいですよ。もう風呂場でいきなり腕立てしだしたり。え？風呂場でですか？風呂場のあの裸で。もう鍛えることが常にこう頭にあるような。すげ
方でしたね。皆さんお風呂湯船使ったり、まあ、でまあちょっと空いてるところ多分こうやりたい衝動にいきなり腕立て伏せしだすんですか。なんかすごいです。湯船で泳ぎたくなるとか分かるじゃないですか。腕立てあります。腕立て伏せしたくなるっていう気持ちが分かんないよ、ね、ですよね。裸でやるってもすごいですよね。なんかもう急にその衝動に駆られるんでしょうね。いやだから棒がついたら上に上げて、棒がついたら上に上げてって感じ。上原さんそれは僕は言ってない。ピピ棒がいかれすぎる。ピピ鈴木誠也選手の時と同じようなやつですよ今のは。3点やね、こう1点2点3点ね、棒広げなくていい。僕言ってない。僕らのさんは言ってません。上原さんが勝手に言っただけなんで。クララさんはこっちにこう入れようとしたんですけど、ダメでした。ダメですよ。あのあれ見せてもらいました。一升瓶なんか。ああそれはよく話は聞いてたんですけど、はい、本当に一升瓶をこう挟む、ね、挟む握りでやっていく。これは本当かどうか、告げるとか言ってましたよね。 それも聞いたくない。本当ですか、うん、いや普通だったらもう腱鞘炎になっちゃいそうなというか、なんかこれ本当かどうか都市伝説かもしれないですけど、はい、広げるためにここを切ったっていう。あの本当ですか、はい、ここでもね僕それ真似したことあるんですよ。え大学の時あの広げたかったから、はいはい、あの定規、はい、定規でこここうやって削ってた。待って削れないですよね。削れない削れない無理ですよね。広がるんちゃうかなと思ってここで定規でこ う, うわでも切ったりはしてないよ。いやけどこうやったらちょっと広くなるのかなと思いながらねやってた。よかったそこでカッターとか包丁とかでもねこれぐらい貪欲だからこそあそこまでいけるんじゃないか。だからもしかして僕その村田さんの話を聞いて自分もやってみようと思ったかもしれない。うわやっぱりそうやって影響を与えるんですね。いやいや、やっぱりプロの人のコメント一言言うとこだって影響あるよ、うん、ありますよね、まあ、ありますけど、うん、そっかそういうこうちょっとやっぱり普通じゃ考えられないようなことをやれちゃう人っていうのはプロで一流になれるんですね。それも一つの条件じゃないかなと思いますね、うんうんうん、まあ、プロのそのキャリアね、うん、最初の指導者がそうやって村田さんで、すごいですね。そこから始まって どうでした。プロ野球っていうのはまた今までのその通ってきた高校野球大学野球とは違うわけですよね、指導方法も。そうですね、あの、まあ、コーチの指導方法とかというよりはその今まであのテレビで見てた人と、ね、うん、対戦とかするわけじゃないですか、はい、それやっぱりちょっと舞い上がったりしましたけど、うん、僕実は落合さんと1打席公式戦で対戦してるんですよ、はい、1打席だけ、落合さんが最後の年が日ハムでルーキーの年だったので、はい、1打席目あの対戦してるんですよ、その打席はその試合はどういう試合だったんですか。あもう大差ついて僕もルーキーで、はい、こう大差ついた試合しか投げれなかったので、あ、まあ、そういう試合でしたね。じゃあそういうシーンで出てきて、はい、どんな打席でした覚えてるんですかあのちょっと笑ってしまうんですけど、はい、落合さんもう晩年の最後の年なんで、はい、やっぱ怪我が怖いわけですよ、はい、一番怖いのは、はいはいはい、で、まあ、そのもう大差ついた試合で落合さんが、はい、あの先頭バッターそのイニングの僕もその回から9回だったと思うんですけど、はい、出て行って投球練習するじゃないですか、はい、その時に僕ボンボン抜けてるんです球が前そこから抜けてる。落合さんがその僕の投球練習見て、はい、首ひねってるんですよ。怖いなと思ってるんですよ。それ見てしまって僕でこれまずいなと思ってでバッターボックス立つじゃないですか、はい、そしたら案の定1球目抜けたんですよ、この辺ですか。抜けて、はい、この辺行って落合さんはこうなって、はい、首を痛めて、落合さんが、はい、ベンチ帰ってたんですよ。嘘、本当、治療のため1球で1球か2球目ぐらい、はい、アナウンス流れるやつですよね。で出てきたんですよ、はい、一応、はい、もうそれ見たらもうビビってしまってもう結果は余裕のフォアボール。余裕のフォアボール余裕です。なんとなく分かりますね。余裕のフォアボール余裕のフォアボールそれはなんかあの微笑みの意味が分かりました。あれはもう技術的なことじゃなくて精神的なもんですよね。そうですね。また落合さんが打席、また落合さんだもんな。しかもルーキーで、ルーキーで首ひねられちゃって、もう本当落合さんのサインもあの近くのデパートでサインカーあった時行きましたんで、
それおいくつの時ですか？もう小学校の時です。もうサイン今でも実家に飾ってあります。もう憧れの人みたいな感じだったんです。すごい憧れてます。この蔵の少年は、はい、お願いしますって言ってたその人と対戦ですから。うわすごい憧れるな、ね、そして首をひねられてそして余裕のファーボールしかもその間に首を痛めさせるって書いてますからねすごい。いやでもいいな、憧れてた人と対戦できるっていいじゃな、うん、あ掛布さんとか岡田さんとかやってみたかったな。あそっか、上原さんはルーキーの時になんかちょっとそういう落合さんのような。ルーキーの時ですか、興奮した体験はありました？興奮っていうか乱闘したなっていうぐらいですね。あ乱闘乱闘ありました。乱闘ですか、はい、昔はねよくありましたからね。あやっぱありました。しょっちゅうです。またなんかパリーグもねなんかこう血の気多そうなイメージの方が結構ね、うん、確かにいるような。僕はね西山さんに会ってたんです、広島のね。はい、後々同じチームになるっていうねチームメイトになるっていうねその時あの時はみたいな話するんですか？いやでもね西山さんあんま覚えてなかったですね。あへえ、はい、なんか乱闘だったりしたら覚えてる。いやだから僕が投げたっていうのを覚えてなくて、あのキャッチャーの杉山さんっていうのが投げたんですけど、はいはい、杉山さんとちょっといろいろあったみたいで。あじゃあそっちの方が残ってでそっちの方とだから揉めてて僕マウンドでポツンですよただ見てるだけみたいな、はい、当てちゃったのは僕ですけど乱闘はキャッチャー付近で2人でやってました。あはい、まあ何か免れた感がこうちょっと。やっぱまあその前に杉山さんがちょっとね危ないボール投げられて、で西山さんの時にちょっとのけざらするような球投げてくれって言われて、うん、分かりましたって言ったら僕もろ当ててしまったんで。あそういうのがあるんですよ。倉野さんもそういうことありました？まあ、思い返すとその当てろという指令はね絶対出せない、絶対出せないので、はいはい、それはあの絶対ないんですけど、うん、そのまあ雰囲気を察して、うん、そのまあこのバッターちょっと一回当てとかないといけないかなと思って、でも絶対上半身っていうか、まあ、顔付近は絶対に危ないので、うん、絶対しないんですよ、ね、はい、で僕初めてだったんそういう経験が、はい、自分でそういうちょっとビビらしてやろうと思って、うん、足狙ったんですよ。膝あたりをこう、はい、左バッターだったんですけど、こう足の方を狙ったんですね、うん、僕初めてだったんで、はい、その構えてるこの場所の構えてる状態の膝を狙いに行ったんですよ、はいはいはい、そしたら避けるということを僕あのイメージしてなくて、はい、構えてる状態のところを狙いに行ったんですよ、はい、そしたら当然避けるじゃないですか、うん、避けてちょっとかすったぐらいだったんですよ、はい、でかすって方向変わって、はい、城島の太ももにゴーッとってまさかの味方を潰しちゃったんですよ。城島に倉野さん僕の方が痛いじゃないですかって言われて、もうめちゃくちゃ面白くて面白いごめんって言って僕もちょっと初めての経験だったんで、ちょっともうドキドキしてたんですね、はい、その避けるこうなんていうんですか場所まであの計算してなかったんだ。足ってやっぱ動かせれるから、はい、やっぱお尻が一番いいんですよね、当てるのと。お尻か背中、あまあ避けてもそんなに位置が変わらないっていう。背中ってこうやってやればもうね今ガードつけてるし、そうですね、そんなに痛くないしね。まあでもね当てたらいけないですよ、はい、まあ、そうですね、そういう指導はしたらダメです。それですね、それ強くそれのテロップを決める、はい、良い子の皆さんが真似してる、良い子はい、はい、今日結構良い子の皆さん真似しないでくださいっていうのが出るかもしれないね。いやでもここからたくさん真似してくださいっていう話よね。そう、どんなことがあるのこれ。だってやっぱりそうやってこうまた癖のこう強い方たちがいる時代も経験をされていて、はい、でまたこうちょうどホークスも変革期にいらっしゃったわけですよね。だってダイエーホークスからソフトバンクに変わった時ってだいぶガラッとチームの、うん、まあ、ちょっとこう作り方も変わりましたよね、まあ、厳密に言うとホークス、うん、あのソフトバンクに変わってからではなくて、うん、僕が入団した時は19年連続 B クラス、はい、あの南海ホークス時代から含めて、うん、はい、で僕がルーキーの時にもう1回 B クラスだったんで20年連続 B クラスですね、はい、これってプロ野球記録なんですよ。もう絶対破られない記録かなと思うんですよ。だって去年はヤクルトとオリックス最下位から優勝したもんね。だからまあそういうレベルがもうどんどん上がってきてるので、うん、でまあ当時のホークスはすごくやっぱり弱い雰囲気があって、うん、まあ、僕もルーキーだったんであまりよく分からなかったんですけども、でも今思い返せばその何が弱かったかっていうと、その負けても、うん、
なんか悔しいとか、うん、もっと練習しようっていう雰囲気はなかった、うん、え負けた後どんな感じだったんですか。もうさっさと家に帰ろうかみたいな、うん、あもうなんか当たり前だったんですよ、ね、負けてることが。もう最悪な時はその頑張ってる選手をちょっとこう冷やかすじゃないけど、もうそういう時代でしたよ。はい、まあそのすごく冷やかすわけではないんですけど、ちょっと練習してんねみたいな、ちょっとそういう雰囲気もあって、あ、まあ、そういう時代から始まって、で僕が3年目の1999年に初優勝、大英ホークス初優勝して、はい、で2000年連覇して巨人と ON 監督で長嶋監督、王監督の ON 決戦があって、まあ、そこからもうだん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 もう強くなっていってたんですけど、うん、でも上昇軍団と、ね、今は ね、 ねもう本当に呼ばれる、だから今のおそらく、ね、若い年代の方たちってそういう時代のホークスがあったことを多分知らない、あんまり聞いてびっくりされるようなことですよね、うん、きっと、はい、王さんとかが監督された時にバスに生卵とか投げてましたよね、うん、ファンの方が、うん、僕が入る前の年だったんですけど、でも僕が入ってで1年目2年目まではあのその当時はプレーオフクライマックスシリーズがなかったの で、はい、消化試合がもう2ヶ月ぐらいあるわけですよ、うん、もうそうそうと活躍してしまって、はい、でもうシーズンの終盤にはもう王やめろっていう弾幕を張られるわけですよ、うん、もう毎試合、もうシーズンの終盤、はい、もうそれはすごい光景でしたね、王さんに対して。そう全然想像できないです、もうそういう時代があったっていう、うん、それをこう乗り越えてというか、今はもうねすごい上昇軍団になりましたけど、うん、またそのずっとこう勝ち続けてるチームにいてとかっていうことではなくて、そういうこうちょっとなんていうんですか、うん、どん底じゃないですけどっていうところも見てからのまたそれチームをこう作ってる過程の中にも選手としてもいらっしゃいましたし、はい、まあコーチとしてもいらっしゃったわけじゃないですか、はい、どういうふうにチームが、まあ、その指導なのかなんですかね、その選手の取り方なのかなのか何が変わったのかっていうのを聞きたいんですよ。いやもう間違いなく選手の意識が変わりましたね、ああ僕が、はい、あの感じてる部分においては、はい、もう選手がその勝ちたいとか上手くなりたい、はい、競争に勝ちたいという意識がすごく高まった、うん、もうそれはもう圧倒的に変わりましたね。それは黒田さんがコーチの時ですか。いやあのもう現役の時に。それは何かきっかけがあったんですか。まあ、その当時そのホークス南海から続く、はい、あの B クラスの時代があって、そのもうどん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 そのベテランの選手がいなくなっていって、こう新しい地に変わっていった、まあ小久保さんを筆頭に、井口、城島、松中さんっていうところが中心になって、そのどん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 そのチームの雰囲気が変わっていった、そしてその意識が高まっていったっていうところはすごく感じましたね。勝つことがやっぱり楽しいって感じますよね、勝ってれば、ね、うん、負けてる時ってやっぱそういうのが気づかないですよね、うん、それってそういう選手たちがこうなんですか、言葉で何かこう伝えていったのか、それともこう練習の姿勢なのか、何か特別なアクションを起こしたのか。それは王さんが、王監督、うん、僕現役11年だったんですけどずっと王監督なんですね、はい、11年間、うん、でもう王監督がもう毎試合のようにミーティングするわけですよ、はい、その時にもう本当に王監督のその思いというか勝つんだっていう思い、もうそれをもう毎試合毎試合僕らはこう聞かされてというか言ってもらって、それでだん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 もう積み重なって意識が変わっていったようには思うんですよね、はい、人に話す時もよく言うんですけど、王監督に言われた言葉で、その努力が報われないと思っている人は、その自分が報われるまで努力してないからだと。だからそれは本当の努力とは言わないと、報われるまで、努力することが本当の努力なんだっていうことを常々おっしゃってたので、すごく響きましたね。だからそれだけ自分はやれてるのか。そうですね、はい、もうみんな練習しますもん、あの時の松中さんとかもそうですし、城島も結構やっぱり練習します。城島もします、まあ、そのね、小久保さんとか松中さんほどはしてないと、はい、隠れてしてない人前ではあんまりしなかったですね、うん、あ、はい、やっぱり松中さんや小久保さんすごかったですか。いやもうすごいです。どのぐらいもう最後までキャンプだったら最後まで、一番帰るのが遅かった、一番遅い、だからもうその時主力ですもんね。でも若い選手帰れないですよね。ね、はい、今は帰りますよ、ね、そうですね、当時は帰れないですよ。で、まあ、ピッチャーと野手ってやっぱりちょっと練習量が全然違うので、ピッチャーの方が
あのすごく早いんですよ終わるのが、うんうんうん、でも僕ピッチャーの中でもすごく遅かったので、はい、一番遅かったのでいつも小久保さんにあのお前はその努力絶対にあの報われるように絶対結果出せと、うん、結果出さなかったらみんな努力しなくなるからって、うん、僕がこれだけやってて、うん、そっかで結局出せなかったので、無駄な努力はない、やってれば絶対自分に返ってくるもん。上原さんもそれだけ現役時代やってらっしゃった。僕はもう走ることば、まあオフは走ることばっかりでしたけど、うんうん、基本的にはまあ腹筋とかそんなばっかりですよ。地味なトレーニングばっかりですよピッチャーは、うん、本当に。でもなんかそれが本当に大きな実を結ぶわけですよね。地味なトレーニングを頑張れば派手な結果がついてくるんです。おお、名言ですね。あでも本当そうですね。いやでも本当に上原みたいにそのこのメジャーリーガーも超一流の選手がそうやって言ってくれるのがすごいありがたいですよね。僕はもう一流にはなれなかったので僕が言っても説得力がない。やっぱ超一流の選手がそうやって言ってくれるとすごく説得力ありますよね。地味なトレーニングを頑張れば派手な結果がついてくるんです。おお、名言ですね。